はようございます。おはようございます。今日は資源ごみの日で朝からバタバタやってます。段ボールを今山のような段ボールを捨てに行ったところです。秋めいてきたので窓を開けています。と言ったらジャン君は移動しました。網戸にして風を通しているところです。ポンちゃん、カメラ追い切れません。いいね、ポンちゃん。なんかすっごい考えてる。うん、あ、そこは空いてるんだよね。うん、よいしょ。行こうか、どうしようか、はい、悩んでるの。どうぞ。入れないのか。そうだね、テレビがちょうど塞いじゃったんだね。そっか。じゃあ眺めるだけにしてください。後で考えようね。もうちょっと開けるといけるかもね。そう、うん、あ、でもあそこ網戸用のあのストッパー止めた、うん、止めてないよね。俺やってないや。黒録開けた時止めてなければ止めてない。 そこにある。ストッパーやらなきゃ。でもあの一生懸命開けようとしないから、あの、ポンちゃんいなくなってからで平気じゃない？ねえ、ポンちゃん。毎日があるからやるわ。お財布もしなきゃね。はい、走った。走ったけどそっち行けないよ。ポン、ポン、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。はい。ポンちゃん。うん、はい、はい、はい。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、ジャン君、ジャン君、すげえ音がしたね。ジャン君、ジャン君、はい。